ガリシア州内の一モンダリス・バルネアリオは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカドコン、ガリシア統計局によると、2012年の人口は690人。住民故障は男女同系のマンデリセンス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は91.33%。モンダリス・バルネアリオは、ポンテベドラ県の南部。 コマルカド・コンダードに属する。モンダリス・バルネアリオは、底辺を上にした三角形のような形をしており、北から、南東、つまり、底辺と右辺は、モンダリスと、残りの西南側、つまり左辺は、ポンテアレイアスの、各自治体と隣接している。モンダリス・バルネアリオは、ポンテアレイアス四方管轄区に属す。住民は一つの教区内の三つの地区に居住する。 自治体内のことでシビナーデ地区でカストロ文化時代の定住跡が発見されている。また、ローマ時代のものとしては、ローマ街道の遺構がテア川に残されている。モンダリス・バルネアリオはソブローソ城にほど近く、ガンダラの泉によって、貴族が訪れることもしばしばであった。地元の言い伝えによると、1282年3、ペドロ礼拝堂において、 ポルトガル国王ドン・ディニスとイサベル・デ・アラゴンが結婚したという旧体制の下ではこの地域はガリシア王国を構成した7つの県の一つのトゥイップ県に属していた1833年11月30日の改革でソブローソ司法官カツクはポンテベドラ県に移管されることとなったこの時は現時地帯のモンダリス・バルネアリオの領域は モンダリスの一教区に属する地区に過ぎなかったが、1904年、その領域にトロンコーソ教区が設けられた。20世紀初頭、企業家エンリケ・ペーナドールがガンダラの泉を修復再建し、雇用施設を建造した。この施設は、たちまち資産家階級たちの都道交流施設となった。1924年11月30日、ノサセニョーラで、 ルルデスをいただいた教区は、自治体として、独立、自治体名には、薬効のある水による、雇用書の意で、バルネアリオが付け加えられた。1925年4月17日には、国王アルフォンソ13世によって、ムイハースピタレリア・ビラの称号が授けられた。自治体市長は、ガリシア国民党のホセアントーニョロ・レンソ・ロドリゲス。自治体表議員は、ガリシア国民党、5、 ガリシア民族主義ブロックにとなっている。モンダリス・バルネアリオは一つの教区で構成されている。ありがとうございます。